成宮ゆるちゃんのトークライブ、始めてみたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。成宮ゆんちゃん、銚子出身の声優さんで高校生アイドルなんですけどね、軽トラ1に初登場ということでね、いわば銚子の凱旋ライブということで、軽トラ1に来てくれました。初めてのね、皆さんの前に登場して歌ってくれる、その前にね、楽しいトークでひとときを楽しんでもらいたいと思いますんでね、一つよろしくお願いいたします。ゆんちゃんね、今月とそれから来月のハロウィンではなんとね、仮装してお魚キャベツなんかと一緒に、私たちと一緒にね、この軽トラ1パレードしてくれるってことですから、非常に今からね楽しみになっていると思いますんでね、よろしくお願いいたします。じゃあ、ゆんちゃん呼んでみようか。じゃあ私がねゆんちゃんって言うんで、皆さん一緒に、呼んでもらいたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあゆんちゃん、声小さいってよ。もう一回いくよ、せーの、ゆんちゃん、ゆんちゃん。はい、じゃあ皆さん大きい拍手。はじめまして、成宮ゆんです、よろしくお願いします。じゃあ簡単な自己紹介お願いします。はい、私は普段は一応声優として活動しているんですけど、ライブも行ったり、あとはラジオとかもやったりしてます。あとは最近は舞台にも出させていただくことが決定してるので、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。もうどんな舞台か告知しちゃっていいの？まだダメ？あ、多分してると思います。本当？どんな舞台やるの？よくわかんない舞台。よくわかんない。いつ頃やるの？10月の12日から10月の16日にやります。あ、じゃあもうじきだから、じゃあ、はい、一生懸命覚えないといけないね。準ヒロインです。あ、すごい、準ヒロインだってよ。初めての舞台ね、すごいな。嬉しいね。ところで、ユンちゃん知ってる人、ファンの人も結構来てるのかな今日？ユンちゃんファンの人、わあ、来てくれてますね。すごいね、ありがたいね。あ、すごいじゃないね。だけどね、ほとんどの方はユンちゃんのことはあんまり知らないと思うんですけれども、はい、先ほどね、銚子出身っていうふうに紹介したんですけど、今は銚子に住んでないんですよね。はい、今は銚子に住んでない。そうですよね。いつまで銚子にいたの？中学3年生の卒業してちょっとまでです。っていうことはつい最近じゃん。そうですね、ね、最近までいました。じゃあほとんど銚子、はい、で過ごしてきました。そうだね、銚子人です。そうだね。銚子で好きなとこってどっかある？銚子で好きなとこ、銚子にいるときはあんまり分かんなかったんですけど、海がやっぱ、海がないところに住んでるので、海が見えると、あ、銚子来たなみたいな風に思ったりします。なるほどね。銚子の海っていうとやっぱり犬吠埼があったり、屏風ヶ浦があったり、ね、ね、皆さん見せたいところいっぱいあるんで、はい、これからもいろんなところでねライブやると思うんで、そしたら銚子の PR して、銚子に来てくださいねって言ってくれると嬉しいな。言ってますよ私。本当？やったー。ツイッターのプロフィールに銚子って書いてあります。ああ、ありがたいな。ユンちゃんの先輩の、元気娘なんかね、毎回、いろんなところにライブ行った時に、銚子電鉄の小回り手形っていうの、特製の小回り手形っていうの限定30枚ずつ売って、はいはい、いつもね、皆さんこれ乗って銚子に来てくださいねっていうのをやってた。そうなんですか、やりますか。いいね。そしたら毎日からで軽トラ出ないでしょうがないよ。あ、ちょっとそれは厳しいかな。そうね。で、今ね、ユンちゃんアルバイトしたりとかして、はい、るっていうことなんですけれども、来月もまたこう出てくれるんですけど、やっぱりアルバイトして過ごしてるくらいなんで、やっぱり、なかなかね、軽トラ1でギャラ出せないんで、今日もね、その分物販あったりとかするんでね、みんな買ってもらいたいと思うんですけど、今日何用意してんの？今日はチェキを用意してます。チェキ用意してんだ。チェキを用意してます。何かあるとチェキ取れる？それとも何かを買うと？あ、そう、なんかチェキは1枚、普段は500円なんですけど、今日は調子に遠くから来てくださってる方もいるので、300円で。ああ、ありがたいね。300円で、ユンちゃんのチェキが取れるっていうことでね。通車も。通車って OK？ はい、全然大丈夫です。ああ、いいな。第1号やりたいな。困惑しちゃう。ダメ？いいですよね。ありがとう。
で、今日軽トラ市、今日は秋の味覚っていうことでいろんなね、美味しいものを、取り揃えてて、例えばね石丸さんってあるんだけど、そこであの渡り蟹あったりとか、あとね銚子の美味しいお米販売してたりとかするんだけど、銚子でなんか好きな食べ物っていうか、私はあの犬若食堂っていうところが私のおばあちゃんがやっていて、そうなの？そうですそうです。な犬若食堂知ってる人？あすごい、やっぱりね銚子やっぱり犬若食堂有名ですからね。そうなんですか、ね、めっちゃボロいですけどね。いやそんなことないよ、十何個もねたまに行くからね。あの猿エビのかき揚げ定食とかね、はい、大好きでよく食べたりとかしてるんですけどね。あそうなんです、私エビが嫌いでそれ食べないです。そっか私はあのマグロの串揚げってやつがすごい好きで、いい、ね、よく食べてる。いい、ね、そうか、犬若食堂は犬若食堂の、はい、何あの親戚の方、それとも何か何の犬若食堂、おばあちゃん、おばあちゃんになるんだ、はい、あおばあちゃんです。じゃあ犬若食堂のおばあちゃん3人ぐらいいるけど、そのうちのどれかがユンちゃんのおばあちゃん。そうです、当ててください。あ当ててみようって今度ユンちゃんのおばあちゃんですかって聞いちゃってもいいの？え多分そしたら誰ってそうなんだね。まあ一つ楽しみでしたな。ぜひ来てください。うん、今日ね、早く終わったら、あ日曜日やってないのかな犬若食堂。あれやってると思います。やってる。じゃあもしよかったらね、この軽トラ見た後、犬若食堂行ってまた美味しいもの食べてもらってもいいね。そうですね。で、まあ中3まで、調子にいたっていうことで、はい、今どんな活動やってるの？今は、うん、最初にも言ったように普通にラジオのお仕事だったり、はい、あとは声のお仕事と、あと月1でライブにも出させていただいたり、10月の12日から10月の16日まで舞台をやらせていただいたりしています、はい、この直近のライブの予定とかなんかあるのかな？直近？あの、間近でなんか次にやるライブはここの軽トライチです。あ、そこ来月か、はい、来月か25日で、その次が11月26日のライブです。なるほどね、はい、で、先ほども話したんですけど、ゆんちゃん、アルバイトしてるってことで、来月のライブの時にはね投げ銭ライブにしようかなと思ってんだけど、どうかな、知ってる投げ銭ライブって？投げ銭知らない？せんべいですか？あー、それ濡れ銭、それ濡れ銭投げ銭はい、そこのおじさん、あの投げ銭ライブ説明してあげて。そこのおじさん、メガネ、あのカメラ持ってるおじさん。あ、メガネ、メガネ。富士屋。投げ銭ライブ説明したけど、ユンちゃんに分からないっていうか。おひねりですか。そうそう。あの客席から。そう。お小遣いを。そう。メガ、あのユンちゃんめがけて投げつけるという。そう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 。だからね、来月はね、ちょっと募金箱っていうか、あのユンちゃん支援箱を置いて、そこにあの、お金入れてもらってライブやろうかなって考えてますんでね、皆さんあの、小銭じゃなくてもっとあの軽いお金いっぱい持ってもらえるとね、嬉しいかと思いますんで。札でお願いします。ね、そんなの考えてるんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。来月はね、ハロウィン、軽トラ市ハロウィンということでいろんな仮装してね、楽しんじゃおうっていうことをやるんですけれども、来月いっぱいまた、曲の方をゆんちゃん披露してもらうってことで、はい、でも今日は本当はね、あんまり、ステージっていうか歌う予定なかったってことなんですけど、はい、皆さん初めてだってことで、はい、ゆんちゃんから1曲歌ってくるんだって。はい、そうですね。3日前に言われて、え、どうしようってめっちゃ悩みました。じゃあ、これからちょっと音の準備するんで、はい、なんかつないでて、そしたら歌ってもらいます。よろしくお願いします。はい、曲は私すごいアニメが好きで、ラブライブのスタートダッシュっていう曲を歌わせていただきます。知ってる人いますか？あ
そこにお母さんいるんで、よかったら私のお母さんと私でツーショットチェキが5000円くらいで取れるので、皆さんよかったらお願いします。はい、もう大丈夫。私にくれない。じゃあ買います。でした。あとこの後ね、12時からお魚キャベツの2周年記念やるんですけども、その時にもね、ユンちゃんまた登場してくれて、はい、今日は一緒に、黒潮サンバ踊ってくれるということでね、はい、みんなで一緒に黒潮サンバ踊りたいと思いますね。よろしくお願いします。お願いします。この後ね、ファンコミュニケーションとそれから物販、はい、12時までやりますんで、皆さんね、
ジグが今先頭になってますんで、そこから、並んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。